どうもおはようございます。どうですか、最近のこの、例の問題は。P 入れますから大丈夫ですよ、個人名入れても。めんどくさいね。めんどくさいですか。めんどくさいね。こじれてますか。こじれてますね。大変ですね。厄介ですね、ほんとね。まあね、安全第一ですからね。まあ、でもね、原発のいますから。なるほど。そういう、ちょっともうちょっとね。なるほど。ということでね、一面も欲しいですよね。なるほど、まあ、これはほとんど P が入ると思うんですけど、まあ、やっぱりあとは最後これですか、解決としてもう一度お願いします。これですか。これですね、これね、これですね。わかりました。なるほど。もう今年の試合はほぼ絶望的っていう感じ。まだやりますよ。まだやりますか。まあ、全然やります。ちょうどね、いい季節になってきましたから、ね、これからですよ、これからですよ。場合によっちゃこの、高団ごと買っちゃえばね。買いますか、うん、ね、20億もあれば多分。そんなしないでしょ。いいか、20億8億ぐらいかな、ね、8億ぐらいですね。そっかね、まあそんなもん、まあ、最後は買っちゃって、もう買っちゃうしかないよ、ね、土地ごとね、まあ、一番いいでしょうね、うん、早いんじゃない、まあ、一番ね、早いでしょう、うん、今日はね、ちょっと練習風景なんですけどね、人数もちょっと2名と少なめなんですが、この今投げた人はですね、もう64歳のおじさんなんですけども、遠投ですね、これ80メートルぐらい離れてる。いや、そんなにはないんじゃないかな。ほらもうノーバンドで来たよ。ほら来た来た。ノーバンドで来るからね、ボールが。でもね、投げるのは距離稼げんだけど、打ったらここまで来ないからね。打撃はダメ。ダメだ、打撃ダメですか。なるほど。もう肩はいいよね。肩だけだ ね。64歳だから、ほら来た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 。ほら、届いちゃうんだよね。あ、届いちゃうから。ダイレクトでね。すごいですよね。64歳ですから。ねえ。まあしかし残念ですね。本当に野球ができない。いい季節になってきましたからね。なかなかの梅雨も近くなってね。ちょっとジメジメしてきましたけども。すごいよね、でもな。ね、来てますよ。こちらはね、元も本当に本格的に野球やってる方なんですけどね。もうほら、来た、行った。ほら、届くんだよね、あれが。素人のおじさんだからね。ね、これ、片や素人のおじいさんと、片やの現役、高校、大学は有名どころ行ったね、もうずっと野球ばっかりやってる人なんですけどね。もうかっこいいね、フォームが。ほら、よいしょ。よいしょ。ほら、もうダイレクトだわ。あの肩だもん。まあ、肩がね、すごいよね。もう183センチの、ね、あの身長から繰り出されるね、パワーでね。まあね、センターからキャッチャーまでダイレクトで行ってしまうというね。未だに健在ですから。昔はさ、センターからね。センターからセンターからキャッチャーまで行っちゃうんだからね。もうすごいですよ、これは。ちょっと今日はね、風が強いんですけど、全然ね、確か向こうから投げたら、向かい風なんだよね、向こうから投げたら。風がこっちからこう吹いてるから、ものともしないもんね、ダイレクトで。ね、やつだと、やっぱ速くだと、武部さん、すごい。高いですよ、コーチ料。こちらの方のコーチ料。高いんです、プロだから。うん、高いですよ。やっぱ肘上げないで。肘下がっちゃうと、コントロールぶれるんで。ああ、なるほどね。変な体の動きついちゃうから。なあ、勉強になるな。スナップ強い人はここから松井和夫とかなんですよ。これだけですから。これだけでスコーンっていってますから。すごいよね。やっぱ速さ取ってから。だから柔らかくいって強くいくみたいな。なるほど。で、ちょっと硬いね。ちょっと硬いね。これあれだから。うん、要は、ね、うん、これだけでいけるよ。あとは。下半身のステップとカバーに当たるよ。なるほど。下半身だそうですね。キャッチャーとかまた違うよ、ね。前見たのは昔ですよね。だからね。はい、俺らとは何もしないと少年野球に場所を取られちゃうんで。そうですね。最初ね。はい、ソフトボールでもいいんじゃないかとね。ソフトボールでもいいんじゃないですか。上野さん呼んでこようか。え、上野さん、日本代表の。上野さんは日本代表のソフトボール。また出るんでしょ、今度のオリンピックがあるとすれば。オリンピックあるんですか。どうでしょう、オリンピックが。ねえ、まあわからないですけどね。うん、まあ P 入れときますか。いいですよ、言いたいこと言って。
先にお金使っちゃった人がいるからやりたいでしょ。確かにね、そういうことはありますね。まあ、野球も今回で最後だっていう話だったからね。野球ないんだ。あるよね、野球最後でしょ今年。ソフトボール、野球はないんだ。何がないの？オリンピックの種目にないのか、ね、それは分かんないですよね。はい、はい、そっからっ、まあみんな慣れてないからスラッシュ大会3位で終わっちゃいますよ、ね。野球談義ですからね。2週間前までボルト走って、2、3週間前までずっとずっとひたすら走ってます。陸上部じゃないから走るのは基本ですよね、やっぱね。